で、前回の動画見てもらったらわかるんやけど、あの、ゴーヤチャンプル、めっちゃ水っぽかったじゃないですか。水っぽかったり、その、煮物を作って、なんか汁気これ多いなっていう時に、まあ自分がよく試してる方法があって、うん。噛むな。方法があって、で、汁気が多いのを、まあ捨てるのも、まあ捨てるっていう方法もあるんやけど、やっぱな、そのスープ、その汁、そのスープには、野菜とか肉の旨味が全部入ってるわけなんですよ。わかるやろ？で、それを捨てるのはただもったいないと。うん。ならばどうするか。パスタに吸わせるんですよ。米に吸わせるんですよ。例えばパスタやったら今、炊飯器で茹でてるんやけど、パスタを、フライパンで、茹でて、あ、じゃなくてフライパンで、炒めて、でやると。で、ご飯やったら、ご飯少なく、水分量少なめにして、汁気の、その多かった煮物とか、野菜炒めとかをぶち込むと。うん。そうしたらね、無駄なくいけるから、うん。一人暮らししてある方、これが必見よ。マジで。もったいないから、捨てるの。いろんなアミノ酸とか、いろんな旨味とか、ビタミンとかいっぱい入ってるから、その汁には。なんならもう、うん。皮にかけたいくらいや。俺はもう、うん。違うか。で、今、炊飯器でパスタ茹でてるのが、こんな感じ。あともうちょっとやな。炊飯器でもパスタ茹でれるから、すごいな。まあ、あの、お金ない方とか、一人暮らししてある方はおすすめやで。片付けもこれ洗うだけでいいから、これと蓋、な。ってことで、これ出来上がったら、さっきのゴーヤーチャンプルーと炒めていきます。で、茹でたパスタを、こっちに加えると。ね。加えますと。水は少なめ、水飴を、まあ、切った方がいい。で、ちょっと昨日のね、結構作ったんやけど、まあ、ちょっと食べて、でも汁気が結構あるやん。で、これを入れるんですよ。これを入れる。で、まあ、味付けはちょっと醤油でね、ちょっとだけ醤油をやると。で、こうすることで、パスタがね、めっちゃ、なんていうやろ、奥深く感じる。魅力的やね。うん。ほんまに。なんか、もう熟女って感じ。一番好き、そういうの。まあ、一人暮らししてある方とか、よかったらやってみてね。うん。結構ね、炊飯器とかやとめっちゃ便利やけど、汁を、なんか、汁気が多かったりとか、結構ね、あんま入れてないのに野菜から水分出たりとか、まあ蒸気はあんま逃げるとこないから、まあそこがね、ちょっとネックなんやけど、でもそれ考えてもメリットは大きいから、洗い物も少ないし、めんどくさいこと少ないから、よかったら一人暮らしの方、やってみてね。うん。じゃあ。